オープンなしよ。最初だったら言えるけどね。7番のプレイヤーは発言してください。ください。はい、というわけで。ああ、これ進行論言うのか？ああ、占い師例の22番目だったら例の釣り切り。なぜなら例の振動場面があるから。ぐらいかな。まあ、例の決め打てる俺、あ、例の決め打てるって決め打ってってやつおるけどさ、これさ、例の決め打ちってさ、できるのって話なんだけどね、俺からすると。できるやつすげえなって思うけどね、そういう発言するやつ。はーい、っていうことかな。以上。8番のプレイヤーは発発言してくだ言しさい。てください。おはようございます。村人陣営 CEO ございません。まあ、進行論なんか盤面が固まらないと意味ないし、しょっぱなが言ってもしょうがない。俺のなんだろう、精査の仕方っていうのはどんどん殴っていきます。で、黒から白に変えていくスタイルです。あんまり白気しょっぱなからしたりしません。で、占いに、例の2だった場合のラスウル1でどんどん、この人がラスウルっぽくないなと思ってから白置きとか、そんな感じで白を色をつけていきます。黒から白っていう精査です。7番さんに関しては、なんだっけ、占い、22か。22番目だった場合、霊の釣り切り、まあ、それは普通だし、そこで色はつけれません。ただ、まあ、そう、なんて言えばいいんだろう。それに時間をかけすぎっていうところで印象は悪い。まあ、そこが黒いっていうわけではないかな。そんぐらいです。以上。9番のプレイヤーは発言してください。はい、自分の進行論を言います。自分はもう初日の1周目から釣り位置出していきます。それの方が情報が落ちると思うんで、もう自分釣り位置出しますね。78精査なら7番さんの方が釣り位置かなと思ってる。すごくなんか狼引いてちょっと嫌な気持ちになったんかなっていう、なんか嫌な気持ち、そういうのを感じ取れた。8番さんに関してはね、なんか8番さん自身の考えのことをすんなり言って、結構白く見えたね。なんで現状の釣り位置7番さんかなと思う。で、1番さん以降も釣り位置言うことによって、すごく情報が落ちるんで言ってほしいかな。白位置と黒位置。なんで78精査なら自分7番さん釣りたいかなって思ってます。1番のプレイヤーはは発言してく発だ言さしい。てください。はい、おはようございます。釣り位置を上げろって言われたんですけど、ごめんなさい、現状釣り位置は上げれません。っていうのも、まあ、上げれるほどの要素がないのでっていうのが理由ですね。なので、7から9に関しては、黒いも白いもないっていうのがあれですね。あ、そうやって白黒つけるんですね、ぐらいですね。どうだろう。そうですね。なんか最近、なんだろう、盤面上これっていうのがあんまり好きじゃないですね。わ かりますかね。例えばだけど、平和村になって、最終発言に残った人は、まあ、狼だったら出るから人外目は薄いんじゃないかっていう精査って、あんまり好きじゃないんですよね。だから俺は単体精査をするというだけ言っておきますね。盤面上この人は強靭がないとか、黒じゃないとか、そういうのは僕しません。以上。2番のプレイヤーは発発言してく言してくだださい。い。6白です。6白把握お願いします。まあ確かにね、9が言ったようにね、なんかそう、そんな感じしたよね。なんか喋り方っていうか、なんかそんな感じめっちゃ感じたんだけど、なんか9となんか感じは似てるかなって感じしたから思ったことはね、普通に、どうなんだろう、スイッチ上げるって言ったか。じゃあ7釣りたいね、普通に。8番別そんなに気にならなかったけどね。78あったら7言ってたけど、まあそりゃそうなるよね、普通に。で、9番はツイッチ上げた方がいいよっつって、1番が上げれないっつったから、なんだろう、1はなんだ、人狼なら上げるんじゃないかなって思うから、まだわかんないけど、村かなって感じしたけど、はい、そんな感じですね。はい、同期しろです。3番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。そうですね。まあ、2番さんが現状占い師6番にしろっていうことで把握しました。まあ、役についての進行がなかったかなっていうところは若干まあ気にはなっていますが、まあ、対抗出てからの精査でいいかなって思ってます。で、7番さん確かに、
なんだっけ、進行論言うまでに25秒くらいかかってたから、なんでそんなにかかるのかなっていうところは印象が悪かったかな。そこを八番さんが、ちゃんと言っていたからいいなと思ったし、八番さんは、自分の思考開示もしてたから印象良かったかな。で、9番さんの精査も7と8だったら7の方が釣り位置かなって言ったのも良かった。1番さんが7から9どこを釣れって言われてもまだ分かんないって言った気持ちも分かるけど、でも印象ぐらいは言った方が良かったかなと思って、1番さんの印象はちょっと悪い。4番のプレイヤーは発言してください。どうも4番のオルロンです。村人 GA でした。今んとこ印象いいなと思ったのは3番と、まあ8もちょっと印象良かったかなって感じかな。3と8かな。8番さんっていうのは別にどういうふうに精査をしてもらっても構わないんだけど、その黒から白に変わる、まあそこは人それぞれだと思うんだけど、なんか精査していこうっていうその意欲が見えたところが印象良かったかしらね。別に狼だったら色見えてるから、そんな一生懸命精査しようってしなくてもいいはずだから、まあそこの意欲が見えたところはちょっと印象良かったかなって感じです。で、3番さんに関しても、その8とか1に対する触れ方っていうのは妥当だなと思いました。で、7に関しては確かにちょっとだるそうな感じはあったけど、それが狼引いてだるいのか、それ普通にただ単にテンション低いのかわかんないから、それは2周目だと思っていて、9、1に関して、まあ9番さんは7釣りたいって言ったけど2周目じゃないかっていうところ、まあ8さんが印象良かったです。以上です。5番のプレイヤーは発言してください。はい、占い師です。ランダムで1番さん白でした。ランダムで1番さん白でした。お願いします。役に関しては、どうだろう、6番で例の1画するのかわかんないけど、2番目だったら基本的に出てください。変に釣り手上がってから狩り落としようってなった時に、最初の方のその人がスイッチで上げている人の考察が無駄になるんで、はい、ぐらいかな、役に関しては。9番に関して一番白いかなと思ったけど、グレーの中で。9番って、7、8の2択で、10視点の釣り位置を上げて、1番からの釣り位置を上げてくださいって言ってるから、9視点って、まず1番から3分の1でしょ。10視点、精査に入ろうとしてるところが白いかなと思いました。はい、ぐらいかな。それ以外は特に色をつけないかなと思っているけど、4の3、8の下は妥当かなと思いました。はい、ぐらいかな。1番3週でした。6番のプレイヤーは発言してくだ言さしてい。ください。5番が一番白でいいかな。まあ、一番白ってことで言っとくけど、2番視点で9番に同調して、7番釣り位置っていうのはよくわかんねえなと思ったけど。9番の位置って7番、8番しか発言していない段階での釣り位置で7番になるのって発言が少なかったから仕方ないと思ってるよ。ほんで、9番が釣り位置上げるのがいいよっていう発言がいいと思ったんだよね、2番って。じゃあ9番のすぐ後で1番で釣り位置上げてないんですよ。2番視点で1番って結構気になると思うんだけど、そこで1番を差し置いて7番に釣り位置が持っていくのがよくわかんねえなと思ってるかな。だから単体で2番がおかしいなと思ったかな。どうだろう。8番のその思考開示が印象良かった。9番に関しては釣り位置上げてるのが印象いいとは思ったけど、高速に対しても上げろって圧かけてるのは若干興味もあるのかなと思ったかな。以上。7番のプレイヤーは発言してください。霊能です。はい、私霊能です。ということで、まあ太鼓、どこが霊能するした2番かね。まあ2番人外だねって話だね。まあ結局ね、まあ、だるい霊能なんだね、これはね。だるい霊能。だるい霊能。進行論言うのがめんどくさかったから、25秒ぐらいフリーズしとったね。かな。25秒って誰か言ってたけど、突っ込まれたね。どうなのかな、これね。俺からすると1が白いかなって感じになるって。っていうか、もうこれ5、あれ？ 5 番が1番に白出したんだよねって。まあ、誤信か。まあ、結局まだこれ、霊能がね、2がスラする前の1の発言っていうのが、1が人外であれば、そのまま8、9から7が印象悪いで、9番に関しては釣り位置だってするっていうまで言い切ったんであれば、1が人外であれば、そのまま釣りをしていけばいいだけの話だったから、おうち白いなと思っておった。あとどうなんだろうね。89、8934か。8936か。どうなんだろうかね。
まあいいや。まあとりあえずこの場で2番つってください。以上。8番のプレイヤーは発言してください。はい。今日7釣りです。斜め線狩人出して狼位置の考察っていうのを出してもいいんじゃないんですか？それが全くないところから7番を釣りをします。2番線箇所俺普通にスラだろうなと俺は普通に思いましたけど。で、五神の一白っていうの分かってなってんだけど、俺一番線に関しては狼っぽくなかった。むしろ九番線印象いいって言ってる人たちの方が俺には意味が分かりません。九番線に関しては、八七で精査したときに七番線、なんだっけ。考察、なんだっけあれ。喋って発言、声色精査、ごめん。声色精査っていうの俺できないから、そこで九番線の俺納得しないし、八七っていうところただ単に、まあ、なんで俺は自分の考察、思考開示かしてるだけだしね。色はつけれない。印象悪いだけでそこで9番さんが、七番さんを釣り襲えって言ってるのは普通だと俺は思うけど、そこで白いとは思わないんだけど。私、スムラです。スムラ。はい。今日は七釣りですね。二番さん芯決めてもいいんじゃねえか。俺はほぼほぼ、8割かと思ってます。そうだな。他に言うことは。3番は、ごめん、ちょっと3、4番さんはちょっとねえな。4番さんかして、印象がいいぐらいし、これちょっと残ってないんだ、俺に対してね。あと誰か言ってたっけ？そうだな。釣り茶、まあ7なんだけど、狼市、2、7、まあ多分7強靭だと思うんだけど、そうなったら2浪残ってることになるから、まあ、ちょっと9番さんちょっと俺に感じてはそこ納得できない。9番軸で置いた場合で考えてみようかと俺は思ってるんだけど。狼軸をね。まあ1周目ではそのラインが見えませんので、そうだな。まあわかんない。9番さんこの後発言しろいなってまたちょっと開示するけど、今日は7釣り。以上。9番のプレイヤーは発言してください。1番さん、3番さん、4番さんに言いたいんだけど、釣り位置は出してほしかった。俺が7釣りをして、1番さんが7釣りをして3番さん7釣りをして5番さんが1白打った時とかにもう7番さんの狼がないからね、占い師が両方7番さんを救いに行ってないから、そういうことで情報が落ちるから釣り位置は言ってほしかったけども、1、3番、4番って誰一人釣り位置言わないからちょっと7番さんの色が全然わかんない。8番さんもちょっと怪しくて、ここは明日7釣りでいいよ。今日は5番さんの占い値狭めようよ。で、今日の釣り位置6番さん。6番さんの相方が3か4にいると思う。多分2番さんが6に白打ったんで強靭囲ってくれたと思って出てないから、6番さんの黒はかなり高いと思う。その相方が3か4にいると思う。ただ、8番さん若干怪しい。ここで初日から7行こうとしたとこ。で、初日7番さん行くとグレー幅めちゃくちゃ広いんで、8番さん占い位置から逃れやすくなっちゃうよね。だから、ちょっと8番さんいきなり7行こうとしたのは怪しい。今日は、明日7でいいよ。決め打ちで。今日はグレー、5番さんの占い位置狭めよ。俺は6番さんが最適だと思うけどね。俺は今日、まあ発言聞けるけど、6番さんが安定じゃないかな。まあ、けど2番さんが狼でちょっと逃げて新決め打ちも狙ってる可能性あるから、まあ、発言はしっかり聞くけど、盤面的に2の芯は高いかなと思う。明日7釣りでいいんじゃないかな。今日自分6番さん行く予定です。1番のプレイヤーは発言してください。1、2番目って僕日本一嫌いな盤面なんですよね。まあ5番が後続でよかったなと思ってますね。5番が決めればいいと思っていて、5番が見える視点をまあ話して5番が勝ちやすいように占い値を決めればいいかなと思っている。で現状なんだけど、これ任せるんだけど、まあ、グレークなら9は除外していいと思うよ。まあその6に囲われたから出なかったんじゃないのっていう精査はまあ一つの精査として残しておいていいと思うけど、まあそこは納得できなかったんだけど、それ以上にまあ昨日っていうか前回の週で時間なかったから自己紹介したんだけど、9番のいいなと思ったところが9番自身がヘイト管理の
段階で7番に対してなんかヘイトなんか集まらないとか言ってたような気がするんだけど、でなおかつ9番は釣り位置を7番に上げていて、ヘイトを買わないイコール狼っていうスタイルを、なんだろう、自分から7番にヘイトを買っているから狼っぽくないって思ったんですよね。で誰も思いませんでした。で5番がそれを9番に触れなかったから、その触れ方がちょっと見せくせえなと思ったら一角したから、5番が芯で一角してよかったなって思ってますね。まあこれ以上役の話をする必要性がないと思っていて、まあ8番だけスムラウス化してるから、まあ5番が頑張ればって感じなんですけどどうします？俺霊の狼出てると思えないんだけど、狼があるとすれば2番だと思いますけどね。神明を取りに来たっていう感じで、いや難しいなこれ。どう見える本当に。まあ僕から言えるのは、グレイクなら9は除外で、霊の行くなら7かなと思っている以上です。2番、7行く必要ないと思うけど、ね、発言してください。なんかさ、そう最初言ったじゃない、9番までさ、その釣りてあげた方がいいよ、何でも投げないと思うんだよ普通に。今日どこ行くの？まあ全然霊の釣り機でいいよ、ね、今日グレイから行くの。グレイから行くなら9から行こうぜ。9から村っぽい人から釣ってこ。で5番はとりあえず黒見つけろ。まあ6が人狼で、これ2強か、言ってたけど9番が2強やな。今日9から釣ろう。今日9から釣って、これ何だ深夜か、黒当てれるでしょって思うけど普通に。何に関しては強人だと思うけどね普通に。例の全然釣り気でいいよ、とりあえず今日9から釣ろう。あー、これ6、はい、2強だ。3番のプレイヤーは発言してください。その2番さんの9から釣ろうって、白っぽいところから釣っていこうっていう話がもう全然なんか村じゃないかなって思ってるから、2番さんからでいいかなって思ってますかね。霊能は確かに狼目あると思う。私は平和村個人的には好きじゃないけど、一般論的にはこの平和村を作ったっていう村りがある存在になるのかな2番さんは。だけど、まあ、そこを狙ってくる人外も十分いると思ってるから、決め打ち2番で決め打ちしたいっていう8番さんの思考はちょっと納得いかないかなって思った。そうですね。で6番さんに2番さんが白出しして、そこでそこで平和村になったんだよね。だからどうしても6番さんっていうのは疑われる位置になってしまいますよね。で6番さんは2番さんを殴ってるから、6番さん視点で強人に囲われた強人、2番さんを強人だと思って殴ったっていう風に捉えることもできてしまうかなって思ってるから、まあどうしても6番さんが疑い値にはなるかなって思ってる。はい。まあ私は霊能から行くのが安定かなって思ってるけど、まあそこは5番さんが決めればいいと思う。グレーから行くのか霊能から行くのか。そうだな。だから4番さんは特に1周目に変なことは言ってないかなって思ったんですよね。あ、1番さんは一つ把握漏れしていて、5番さんは9番さんのことを白いってちゃんと言ってたから、そこ把握漏れてるんですよね。グレーだったら8番さんかなって思ってます。4番のプレイヤーは発言してください。でまず霊能師だったら私2番の方が偽じゃないかなと思ってます。よく8番さんとかどっちだったっけ、妊娠で決め打ちたいみたいな、よくそんなこと言えるなと思って聞いてました。7番さんって確かに1周目なんか最初沈黙があって、でダルス王に進行論かなんか言ってダラダラって喋って言うけど、いやあれこそだから霊能師だったから、そういうことをどうせ釣り切りされるからっていう、そのやる気のなさだったんじゃないのっていう風な気がするし、2番さんの白いところから釣っていこうっていうけど、あなた新霊能だったら普通に黒いところを狙ってみたくないっていう、その新霊能としての感情とちょっと矛盾してるような気がするから、2の方が偽っぽいなと思ってます。でだからで9番さんの思考はなるほどなと思った。6番で囲われてるからこそ出なかったっていうパターンもあるから、6が村だったら申し訳ないけど、今日6位で色を確かめるっていうのもあるし、まあ、色確かめるって言っても霊の2人いるからね、ちょっとそれはって感じなんだけど、だから6占ってもらってもいいかなと思うけどね、まああんまり私が言うことではないけど、
うん、だって6番さんつって霊能師が、まあ、同じ結果出してくれればいいけど白か黒かね、違う結果出したらじゃあどっちなのっていう話になるから、かなって感じ。だから6は占い値でもいいかなっていう感じで、グレーだったら3番さんは今の精査白かったなと思う。で、まあ9番もその6番に対する視点は良かったと思うから、8がちょっと気になってるかな。もうなんか2進で決め打っていいって、それは2番さんの発言聞いてからだと思ってるし、じゃあ7番さんのあの霊能、多分霊能師だからこそのあの最初のやる気のなさそうな沈黙、あれはどう捉えるのかなっていう気がするから、グレーだったら8かなって感じ。1番は、1番は霊能行くなら7か。1番も7って、あ、7番、片白だ。間違えた。はい、以上です。5番のプレイヤーは発言してください。ほぼほぼ霊能発言聞いた感じ新居だと思ってて、グレに潜伏だと思ってるんで、1個つって1個占って1個買い出してで確定するか、今日グレつってもらってもいいかなって思ってるんですけど、多分2強の7線かなと思ってて、2番が9番釣りたい視点がおかしいと思っているし、2番が霊能ローラしてくださいって言って、その後に対抗からじゃあ2番線9番冷たいって言ってるけど、霊能ローラしてくださいって2番の発言が普通におかしいと思ってるから、2番ってご主人様は一分かってない狂人かなと思ってるから、グレーに潜伏かなと思ってるから、だからこそ9番がめちゃくちゃ白いかなと思っていて、霊能心境で置いているから、9番って霊能をローラしないでグレー詰める点をしていて、9視点においてその何だろう、9の進行がめちゃくちゃ白いなと思ったんだけどな。9番狼だった場合ってグレー詰めて占い心境で白結果が落ちた場合ってで狩り出したらってなるから白いと思うんだけど、間違うかな。9番唯一狼きできるかなと思ってます。はい、なんで多分占い心境じゃあ霊の心境だと思ってるから、私は白いとこ占いたいかなって思ってるんで、占いたくない位置を今日落としたくて、4番が6番に何だろう占い指定したいんだけど、私的には6番釣りたいかなって思ってるんだけど、時点で8番6か8釣りたいかなって思ってるかな。うん、何ないかな、ちょっとごめん、めっちゃ長い、もう一画するとめっちゃ長いんだって、ごめんね。はい、私は多分新居だと思ってるから、グレー詰めて白を見つけたいです。6番のプレイヤーは発言してください。俺グレーで一番まともだなと思ったのは3番8番かな。3番8番ってまあ、5番に任せるとは言いつつも、狩りを出す進行を取っていないからこその霊能を詰めるって発言だったと思うんよ。でも9番ってで今日グレー詰めて5番の占い狭めるんだよって言ってるのにもかかわらず狩り出さないんだってめちゃくちゃ思ってんだけど、9番狼視点で5番に狩り占い、5番が狩り占ってくれたらいいなと思ってる発言なのかなってめちゃくちゃ思ってるんだけど、俺だから9番白くは見えなかったけど、まあそう、まあなんだろう、その8番が絶対7番釣るって言ってるところを切り返してからのグレーっていうのは、そこの話だけは結構白いなと思ったんだけど、グレー詰めるのにかかわらず狩り出さないんだってむちゃくちゃ思ってたから、9番に関しては黒いなと思ったかな。だから詰める、狩り出ないんだったら霊能から詰めればいいと思ってるかな。2番に関しては、9番が白っぽいから、白っぽいとこから詰めたいってよくわかんないんだけど、9番釣った後で、霊能ローラって、名は足りるってめちゃくちゃ思ってんだけど、それって9番を絶対的に人外で置いての釣りでしか飲めないと思ってんだけど、9番釣った上でローラでしょ？9番が、2番視点で9番が白いと思ってるってことは村だと思ってるんですよね。やばくないと思ってんだけど。だから2番に関してはめちゃくちゃ強ムーブしてるのかなと思ってるかな。以上。投票を始めてください。ありえん、オラじゃないべ。26?
番のプレイヤーは発言してください。ああ、どっちでもいいよ。ああ、じゃあもう、何例の釣り系でいい。釣り系でいいよ。うん。正直、どっち投票でもいいんじゃないと思うけど。釣り系でしょ普通に。わかんねえなぁ。どこに人狼いいんだろうな、マジで。でも。わかんねえ。6番のプレイヤーは発言してください。どうしよっかな。じゃあ、僕釣ろうか。もう僕、役ないんで、僕釣って5番が役さえ売らなければいいと思ってるから。ほんで、明日2番釣ってくれればいいわ。うん。2番の手はないでしょ、うん。2番絶対的に強人だと思ってるから、僕釣って5番が白いとこ占って、そこが狩人じゃなければ勝ち確だと思ってるから、それでいいかな。うん。それでいいっすよ、はい。まあ、盤面で僕が狼に見えるって言ってもいてるようだし、まあ仕方ないのかなと思ってるから。はい。6番詰めて、明日2番釣って、で5番が狩人さえ占わなければ勝ちだと思ってるから、そこだけ頑張ってほしいかな。以上、投票を始めてください。ああやだ。もう6占えばいいわ。6番のプレイヤーが選ばれました。うわ、749か。6番のプレイヤーは発言してください。発言してください。まあ村の皆さん明日頑張ってください。特に5番頑張ってね。狩人占ったら結構きついと思ってるから、スムラ占えば盤面詰めるだけで終わるから、2番絶対的に強人だと思ってるからね。うん、以上。夜が来ました。目を閉じてください。わあ、これ6白臭いな。カリウドは目を閉じてください。カリウドは相手を選んでください。ハッチ占いしかないよ。ハッチ占いしかない。いやー、けど6白なら8黒あるな。ないやろ。カリウド一番白いやろ。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。8番のプレイヤーは発言してください。発言してください。7結果は、てか3番さん結果、俺多分3黒だと思うんですけど。あ、3白なの？マジで俺3黒だと思った。で9番さんに関しては俺普通に狩人だろうなと思ったんだけど、あの盤面で平和村で狩人出さないってどういうことなと思って、9番さんに関してはグレイチを狭めようえっていう発言で、なおかつ俺はね、9番さん黒字期で終えた場合で考えようかなって、その87での7番さん精査っていうのが俺には分かんないからねって言ってから。ただそこで殴られたにもかかわらず、6、まあ、2から6白もらってることで6は出なかったんじゃねえのって言ってから、と思ったんだけど。で、3番さんに関しては、昨日表を変えた理由は何なんですか？あの盤面で2番さんっていうのは俺普通にスラだなと、俺2周目ちゃんと初っ端から言ってるし、スラっぽかったなと俺は直感で思いましたよって。で、七和さんに関してそこで、何精査がないって。だから俺、七和さん、芯はねえんじゃねえのって、8割型ねっつってから。誰も芯を決め打つとかは言ってない。8割型、2芯じゃねえのっつってからの進行なんだけどって。そこで、7詰めて普通にって、そこで9番さんに関しては、違うよっつったのは、俺、9番さんに関して白いなと俺思った。ってか、この人が狩人出さないということは、この人が狩人なんだなと思ったから、俺、三四狼だと思ったんだけど。あ、ごめん、両方ともか。3白ってことは俺目線49しかねえのか。6が白だった場合。
いやでも9白っぽく見えるからな、2死に見えるんだけどな。2の狼は多分ないと思うんだけど、普通に。霊能に関しては神教だと思うから、2番がそこでスラする理由って何？狂人でって思ったんだけど。だから俺2死んだと思うんだけどな、現状でも。俺7冷たいんですけど。あ、待てよ、ちょっと待って。9番のプレイヤーは発言してください。これね、2番さんが狼なら絶対神取るはずなんだよ。2番さんって明らかに釣られに来てんだよ。もうだから俺グレー詰めていいんじゃない？俺8番さん行きたいかな。俺多分7死んだから、多分これ2強で6黒結果出して、もう8番さん目線2の強分かって7釣りをしてると思うから、俺8っていいと思うけどね。俺もう霊能は明らかに7死んだよね。霊能は明らかに7死んだから、そうなると7死んだ6白でしょ。た2老でも2が強ってことは4、8しか追えないのよ。んだから俺もう8番さん行くよ今日。8釣りね。1番さんも3番さんも8いけるよね今日。俺8行く。もう2番さん狼の動きじゃない。2番さんが狼ならもうちょっと芯取るはず。1番のプレイヤーは発言してください。マジでマジで8釣り。8は黒いと思うけどね。普通に2番芯切りで2番でいいと思うけどな。いやここまで逆に偽設されてるって、そうやって狂人っぽいんじゃないかと思ってグレーに縄使わせる狼にも見えるし、いや普通に二の芯切りで2番釣りでいいと思うんだけどな。あの8番の違和感って、9番に対してさ、まあ、白っぽいって言って、その精査を2番が偽っぽく見えていて、なおかつその2番が9番を釣りをしてるから9番は白っぽいって精査だった気がするんだよね。まあ、違ったら、まあ、今日8は俺は釣らないつもりだから、違ったらもう一回言ってほしいんだけど、でもその後に2番は狼っぽくないって言ったじゃないですか。でもしそれで9番が白くなるなら2級ローローでしか成立しないと思うんですけどね。2番が狼っぽくて、それを2番が9番を釣りをしているのであれば、2級、まあ9番は相対的に白くなる理論わかるけど、2番が強人だった場合って、俺は9番が白く見えていたから、なんだろうな、反するとは思えないんですけどね僕は。だからその理論が8番がわからないですね。まあ、3番にも言われたけど、まあ、白だから一応正しておくと、9番に対しての触れ方が5番に違和感あったっていうだけで、9が白いっていう目線は一緒ですよ。精査の仕方が違ったっていうだけですね。これむず、普通に2進切りで、俺普通に3番が強人じゃなければ2、4、8釣り機で勝ちだと思うんだけど、思いません？じゃあ8釣ればいいやね。思うんだけどな。てか5番がさ、6番占いたくないから6番落としたいって言ってんだから、6番落としなさいって思うんですけどね。はい。2番のプレイヤーは発言してください。どこでもいいよ。2を8釣り切ってみる。なんか勝てそうな気がする普通に。ロケが落ちてるからほぼほぼ勝てるんじゃないと思うけど。248、7は強人でしょ。いやー危ないかな。まあどうしよっかな。いやー8釣るなら4釣ろうで、4釣ったら多分ゲーム終わるよ普通に。8全然黒くないっしょと思うけど普通に。どうしようかな。6これさ、人狼だったらめっちゃ面白いねと思ってさ、面白いよね普通に。グレイチね、そんな気になる人いないからね。4投票する。3番のプレイヤーは発言してください。6人狼だったら面白いって言いましたか？2番さん、2番さん6黒ですよね。まあ、普通に安定で、まあ、2番さんが芯であれば6番さんの黒が釣れているってことなんだから、2番さん釣りでいいと思います。はい。で、8番さんの言ってることが単体でおかしくって、
9番白いから2番が死んだと思うっていう発言、2番さんは9番さんを釣り落ちてますよね。完全に矛盾してるんですよね、8番さんって。で、8番さんと2番さんがお互いに釣りたくない風なことから28ローローっていうのもあるのかなって思って、その場合9番さんって強人なのかなって思ったかな。9番さんは8釣りたいか、8釣りたいって言ってるんですよね。いや、2番さんを釣りたくないっていう視点が分かんないんだけど、6番さん、7番さんが真なんでしょ、9番さん視点。そしたら6番さんが白なんでしょ。8番さんがもし白だったらどうするんですか。もうそれでゲームが終わっちゃいますよね。グッチョブ狙うぞこれ。なんで4番さんの線が消えたんですかね、9番さん視点で。5紙の次捨て声で、2番さんを強靭置きできるっていうところが9番さんの強めかなって思ってるかな。2釣りの、強ムーブの狼っていうのも十分あると思ってるから。2釣りだから今日は2番さんに行きたいですけど、私は捨て声どうですかね。4番のプレイヤーは発言してください。なんか外で2番さんのムーブが、昨日2と6が同票になった時も俺からでいいよって言ってみたりとか、どこでもいいよって言ってみたりとか、今日だって6オオカミだったら面白いよねとか言って、なんか出現してるというよりもわざとなんか自分が破綻してるとこを見せつけてる感がすごいのよね、2番さんって。だってそんなことそんなしミスするかっていうようなことばっか言ってるから。まあ、2がストレートに強靭っていう線もあるし、2が強靭と思われたい狼っていう線もあると思ってる。明らかになんか強靭アピールが過ぎるなと思って、2番さんって。で、追加するわね。まず2番が強靭だったら8、9ロロなんだけど、9番が今日8に行きたいって言ってるのは、まあライン切りとしては考えられる。2強の場合ね。ライン切り。てかそれしかないんだけど、ただ9番さんっていうのは昨日初日の段階で、多分8、9ローローだったら霊能から行きたいっていうはずなのに、9番っていうのは占い師のグレーを狭めたいから今日はグレーから行くべきじゃないかって言ったわよね。だから8、9だったらそれを言わんのちゃうかと思ったけど、まあでも9番さん6指定だしな。結局6っていうのは多分7が死んだから白なんでしょ。6指定かって感じなんだけど、2が万が一狼だった場合は、2が狼だったらどっちだろうな。8番が6投票で9が、あ、9番さんは2回目2に変えてんのか、投票を。投票になった後に。私も2に変えたのよね。1回目6色みたい、色みたいっていうか、その、落としてグレ狭めたいなと思ったけど、6番さん狼であんな潔く、自分からでいいよって言わないなと思って2番に変えたんだけど、それだったら28の方がつながるかなって感じ。2が狼だった場合ね、一貫して6に入れ続けてるから。5番のプレイヤーは発言してください。多分4番狼だと思うな。27千切りったら圧倒的に2が偽だから7千切りでいいと思っていて、頑張って6する結果なんでしょう。ってなった時に2番が裏割り使用して、5番まで回ってきて2番がさらして部屋にならないでしょう。ってなった時に、私は3マス占って白だったからで、7ステン6白なんでしょ。そしたら盤面的に4番しかなくないって思うんだけど。違うかな。盤面的にって言ったら1番で怒られそうだけど。だって、7ステン6白の 7ステン6白のほぼ4黒の4と白、4黄色。っていう話になるよね。2釣って4釣ってもらっていいかな。8番の発言が単体でおかしいっていうのは分かるけど、8番の方だった時って、昨日の投票を見てほしいけど、8番って最初に3番に入れてて、8番絶対釣れない位置に入れているのと、だから4番さんが8、9ローローで若干追っていて、8番と9番のライン切りでっていう話をしてたけど、なんだっけ、8が3位ってのなんなんやろな。2番を釣り寄せてるんだっけ。ちょっと待って、ごめん忘れたけど、ちょっとごめん、これ私かまねえんだよね。ちょっと言いたいことあったんやけど、2つって4つ目でいいんじゃないですかって思ってますけど、役位置はほぼもう私って押し付けてるんだけど、いつまで隠れてるつもりなんかなって思ってるけど、
ケスケですよ。はい、言えないけど、まあ、今日ステゴエして頑張って言ってぶらしてくださいねって感じかな、に言ってぶらい。はい、以上、今日3つ目で。7番のプレイヤーは発言してください。はい、というわけで、まあね、まあ、5番も言ってたけど、2番が強靭であれば4849ローになる、4849かどっちかになるんだが、2がローの可能性もあるから、それはあるかなというところで、俺は2から行ってほしいかなというところ、2の出現をみんな拾ってるんで、まあ4番も言ってたがね、うん、2が真の霊能だと 毒が黒だったら面白いって、あなた黒結果出てんじゃないですか、まあ、6番白なんだけどって話なんだけど、うん、ってところかな。うん2が強でなければ4849どっちか、あ484989か484989かだね、2がローだったら489どれか人狼があるって話で、うんかな、はい、2ずり1本以上、投票を始めてください。あー、2がね、7もあんま新っぽくはないけどね、2番のプレイヤーが選ばれました。けどここで PP なければまあね、発言してください。46ロー7番教授のチェックメイト、頑張って。夜が来ました、目を閉じてください。カリウドは目を開けてください。46ロー7番教授はわかるんだけど、けど一回入れてんのね、BP ないけど、まあ、8って7行こうとしたよね、昨日。28人狼だと狂人どこにあんの、28人狼だと狂人どこだ、いや28人狼だと狂人位置がわかんねん、今日ありそうだな、一今日ありそうだな、いやーあれで妊娠はちょっと終えないけどな。昨夜死んだのは5番、7番のプレイヤーは発言してください。ニクロか。2番黒でした。はい。ということで3489、489か。489のうちに HG ロールというふうな話なんだが、どうなんだろうか。8で終わりか。8番は、相方が出たことによって、俺のシーンがつけてて俺を釣りをしたかった8番なのか、9番はなんだっけ、なんだいっとったっけ、あーっていうか俺も話あれだな、9番これ結局、あ8番俺に入れんかったんだね、俺からすると2の相方8人しか見えんかって、他の話が全然聞いてなかったな。あなただけだもんな、俺を釣りをしとったのなってところなんだけど、しょっぱなからな、1強だこれ、違う強だ、どうだろう、いや発言聞いてみるが、今のところ俺8しか見えんかなってとこかな、どうなんでしょうか。8番のプレイヤーは発言してください。判定で2を釣りました。はい、2黒なの、俺2番狼での動きって思えないんだけど、
でもなぁ、初日の投票で俺目線7、9、4が、2に入れてんだよ。てか、まず俺、スムラ明かす理由ないでしょ、あそこ1周目で。あ、1周目じゃねえか。え ?1 周目やったっけ、俺。あ、1周目や、2周目かな。あ、2周目だ、ごめんごめん。2周目でスムラ明かす必要もないし、なんでカリウド出せないのって。俺、9番がカリウドだと思っても考察だったから、94ねえなと思って、そうなった場合って46なんだ。三四郎が出てるからね。46だと思ったから、2番が6に黒出してるから、46だろうなって、で、7偽だろうなって考察だったんですけど。2日目の初週の、発言ね。2、狼そんな動きすんの？その後2とのラインが見えないんだ。初日から2を、釣り寄そうとしてる、4球。相方が分かりません。じゃあ何 ?6 強人で釣られに来たっていう考察の7シーンだったら。と思ったんだけどな。俺4番狼で終わると思うんだけどな。いや、4球制射した場合って、9狼やったら普通に俺殴って俺釣りにすると思うんだよ。だから俺4で終わると思うんだけどな。2って俺マックス強での動きだと思ったんだけどな。違うか。俺4釣りで終わると思います。9でも狼っぽくないんだよな、俺。9番のプレイヤーは発言してください。7番さんがしっかり8を釣り寄せたのは7番さん新決め打ちでいいと思う。初日4と9って6投票してるけど、決戦になって4、2に変えてんのよ。俺も2に変えたんだけど、その理由って6番さんがなんかね、遺言でもう自分釣って、明日2釣ればいいじゃないって言ったとこがなんとなく白く見えたんだよね。だから4番さんも同じ感情で2に入れたんじゃないかなと思ってるから、今同陣営で。見てます。で、7番さんもしっかり、投票考察して、8番さんに行こうってしたとこは7番さんのシーンじゃないかな。多分7番さんここまで、決戦の時の投票まで言ってくれたら、なおさらシーンだったんだけど、しっかり8を釣りをしてるから、7シーンの28だと思ってるけどね。まあ、ちょっと、どれ8いくね。1番のプレイヤーは発言してください。今日取る行動は7を釣るか8を釣るかの2択だと思っていますね。ないしは7を釣るか4を釣るか、74のランか78のランかな。7番を釣るメリットとして、7番を釣って終わんなかったってことは、まあ待てよ、7番釣って終わんなかったら、俺と3番の強人がキャンセルされるよね。あ？逃がしんだった時に、6黒。待てよ、ちょっと待って、やべ、沼ってきた。ごめん。これさ、初順も言ったけど、1、2番目クソ嫌いなんだ。ごめんね。どうしよう、マジで。今日なんかな。いや、結局俺8番から聞きたいことを聞けてないしな。いや、聞きたかったんだけどな。違うなら違う。1番は青かって言ってほしかったんだけどな。うわ、どうする？まあ、本音を言うと、2番は、まあ、正直全然信ないと思うけど、じゃあ7番に信があるかって言われると、それもちょっと運なんだよね。もう両方信ないと思ってるんだよね。いや、あるんだけどさ、どっちか。いや、てか、斜め線ってさ、2で黒落ちてるんでしょ？ってなった時さ、強人がどっかに潜伏してるから、めちゃくちゃ精査しなきゃダメじゃね？ 4 か8どっちか見せたら終わりじゃね？内視は9でね。1と3に強人いた時ってめっちゃ斜め線。ってか、今日見せれないと思うんだけど。6で白落ちてるんでしょ？まあ6が強人っていう精査ならわかるけど。いや、だから7のその余裕は何なんだって思うんだよな。やべえ、これど、ああ、けど6強あるな、俺に行こうとしてたからな。でも3番と一緒で2番を操る視点があったから、6初日どこ入れた？だけどな。3番のプレイヤーは6初日、6初日に入れてるわ。9番さんが、2番さんを釣っ
って言って7番さんを信って決め打つっていう発言、 8に行くっていう発言から9番さんの共鳴はなくなって1番さんが共鳴爆上がりしてるかなって思ってるかな。4ローの8強じゃねえの、うん、これだから7番さんが死んで2番さんがローの場合強人がそこをなんとか、うん、これ8強あるな、なんとか7釣りに持っていくはずなんだよねって思ってるから8強だ1番さん強人なのかなって思ってますかね。うん、なんか8番で終わると思ってるけど、もう単体で8番さんの発言がもうあまりにも矛盾だらけでおかしかったから8番さんで終わると私は思ってますね。はい、私は8番さん行くかな。4番のプレイヤーは発言してください。私も1番のが興味は高いかなと思ってるけど、一応1も3も興味はあるかなと思ってます。だって1も3もね、初日、同票になった後に6番に投票してるからね。だって6番さんの村って結構同票の時点で透けたと思うわよ。9番も言ってたけど、私8がラスールだと思ってるんだけど、6がさ、今日僕釣っていいんで明日2行ってくださいって、もあの時点でもし狼だったら、6が釣られて、で5番がさ相方の狼占ったらもうその時点でゲームセットなんだから、あ6がそれを飲めるってことは6は村人陣営なんだなって気づけない方が私はおかしいと思ってる。だからそこに投票してる1も3もどっちも興味はあると思ってるし、まあどっちかって言ったらそれ1番だけどね。だって1番さ安定で7とか言ってたけど全然安定じゃないし、そもそも2番って6狼だったら面白いのにねって、いや色見えてる人の発言じゃないやんっていうところで、今決め打てなかったらいつ決め打てんのって感じだから1強人かなと思ってます。で8球だったらやっぱり8かなって感じ。9番っていうのは同票になった時にちゃんと票を変えて2番に行っているし、8番さんっていうのはあの6の発言を聞いてもなお6番に行ってるでしょ。でもう一個8番さんっていう偽要素があって、なんか2位新決め打つなんて俺は言ってない、8割方だって言ってたけど、あなた確か2位新決め打ってよくないってなんかみんなに投げかけてたし、それってさ2位新決め打たないと27どっちから行かれてもロラされたら新占い師に一発で8クローン立てられたら終わっちゃうから、2位新決め打つしか勝ち残る方法なかったんじゃないのと思うけどね。うん、だって初日の段階でそこまで7の芯が切れる要素は何っていう感じだし、2の発言聞いてからでよかったやん芯切つけるのはって話だから、8ラスールで、まあ、1、3だったら1かなって感じ。教授はね、愛情投票を始めてください。ありえん、オラじゃないべ。終わってくれ。1か3ね、今日いるんかな、表面が見えない。8番のプレイヤーが、うわ終わらんや、嘘やろ。8番のプレイヤーは発言してください。まあ、PP じゃないことを祈って、まあ、考察を落とすんだが、4番が言ってる2番の新規目打つって俺の発言じゃそんな分かんねえからね。みんなが発言、2の新規切ってるのって2番が白いとこを釣っていこうぜっつったから2の新規、切ってんでしょ。俺の2周目の発言じゃその発言は出てないからね、時系列が違うんだよ、分かるかな。なおかつ2番っていうのは俺すらあんだろうねって、言っててからね、俺2周目、初日の2周目ね。で、そこで27精査した場合、7番さんの芯って少なくない ?8 割方2の芯じゃねえって言ってるんだけど、そこの4番さん俺黒いなと俺思ったから4番に入れたんだけどね。うん、2を黒軸で置いた場合って9、4両方とも初日から入れてんだよ。うん、9番さんの言ったように初日の、2周目か、5番の占い値を減らすっていうのが初日の仕事だ。それに関して俺もなるほどって。なるほどっていうか、そうだったなって思ったから、これは3番に入れたしね。うん、そこで俺9の、黒目はキャンセルされて、これどうしよう、これ。どんだと思うんだけどな。なんかそれが多くもやったら、あの位置で俺は狩人じゃない、スムラっていうメリットは何なんですか。その考察が両方とも出てこないから分かんないし、7を死んで決め打ってみ、2黒でしょ。そうなった場合って4球両方とも入れてるから俺は分かんないって先ほども言いました。
うん、3番に関して白出てんだけど俺の矛盾って何なん？1番線に関しての問いかけっていうのは俺ちょっとごめん聞いてなかったからそれに関しては申し訳なかったか。あ、俺3強だと思うけどな、1カリドでしょ、申し訳ないな。普通に、カリドに白が刺さってたんだから出なかったという盤面、あそこでカリド出ない盤面何なのと思うけど、初日ね、以上。あー、これで1カミ来るかな。目を閉じてください。今ので1カミ来るかな。一回捨てて次の、まあこっちょっと、あー来てくれ太郎グッチョー来てくれ。これちょっと三カミ来た時にもう4つってあれだった、あれか、いや2の死ねえやろあれで、2の死ねえやろさすがに、2の死ねえやろさすがに、朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。七番のプレイヤーは発言してください。どれがカリ？ああ。と九と四が一守り。読んだ94がかりで両方とも出たってこと、うん、これ7神経は打ちで勝ちやろ、ね、これ。あーうーん、いやー28度方わからんなこれな、どっちや9番と4番、うーん、話聞いて決めます、ちょっとわかりません。9番のプレイヤーは発言してください。うん、7番さん心配しなくていいよ、7番さん新決め打ちで勝ち、俺多分ね8が強だと思う、8強の4二陣路、うん、多分あそこね変えたのがちょっとあれだけど、まず狩人審議つけるの俺もうで、デガヒでもうニグッチョブ出したかったから潜伏したね。で、俺5番さんから白く見られてたんで、もう出る必要はなかった。それに6番さん釣りの、6番さんが黒軸の話をしたよね。あの6番さんで黒が出てるから多分占いか、新居になって、あの確定したんだと思うから、6番黒軸で行くなら3、4占った方がいいって言って、占い誘導もしっかりしてるから。で初日5声で次の日ちょっと捨て声しようと思った一日ね、けど8番さんが1番狩りでしょってすごく誘導したことから1位が噛んでくるかなと思って1声グッチョブね。いやーもうこれは7真だと思うからもう勝てると思うよ。俺の白要素はやっぱり釣られない自信あったから潜伏したってとこね。いや、今日4番さんから言っても4で終わるはず、7新決め打ちで。1番のプレイヤーは発言してください。俺、初めてニグッチョブ見ましたね。俺って噛まれるのか、何考察したっけな。1日目は単体精査します、2週目で9番が白いと思います、2日目でいやー沼ってごめんねだった気がするんだよね、でも2の芯はないと思うよ、3日目で俺と3番の強靭目を消した方がいいんじゃないかっていう発言をして、俺が唯一白置きしたのは9番なんだよね。急が狼で俺を噛む、
まあ4番にも言えるんだけど、8番が言ってた通り、あの違うな、6番か、6番が言ってたさ、なんかあのグレイクなら狩り出すのが普通だろうみたいなっていうのは、2つあって、狼でケアができていないか、なおかつ自分が狩人だからケアする必要性がないかの2つなんだよね。でそれを取ってんのって4と9なんだよね。うわこれむず、待って、とやべ、沼ってきた。俺今4番行きたいと思ってるんだよね。どうする？4番行きたいよ。うわ待って、で8番の言ってたその4番の時間軸がおかしいっていうのは、8番が死んでから思ったね。やっぱ平和でも狙えるのよ。そうだね、確かに7番が霊能を使用した後に、あの段階だったら2番のが芯あるっぽい発言したからね。てか7番が芯なかったと思ったし、で2番8番が発言して、2番が発言して、そっから2番が黒いと思うっつって発言を変えた。いや悪い、今んとこ4番。3番のプレイヤーは発言してください。いやー難しいですね。あの村支店下流土市って1番さんだったんですよ。だってあの平和村で狩人出ないってありえないから、私からしたら。はい、だから1番さんが、まあ、ほぼ狩りなんだろうなって思いながら、まあ、強人じゃないのって言えば噛まれないかなって思って、まあ、わざとそれも言ったっていうのはあるんだけどね。普通出ますよね。いやー普通出ますよ。4番さん9番さんで、2番さんって9番さんに投票してるんですよね。これ待って、7人の4票とかねえやろな。キューツルキューツルやったら言ってたけど、ライン切りね。電池切れたやろこれ。なんかでもどっちも、4番さんも9番さんも2番さん結局2回目に投票変えてるし、同じなんですよね、やってることが。4級狩人だから6に行けたっていうのも筋が通っているし、はあ、まあでも、うん、これ7番さん帰ってこないとどうなるんですか。強人も8番さんで落ちててほしいな。まあでも、うん、決めてます。はい、4番のプレイヤーは発言してください。決めてるのはおかしいでしょ。私の発言もちゃんと聞いてちょうだいって感じなんだけど、あのね、守り1言うと初日5ね、で次の日7で最後1ね。1番さん最後に守ったのは、1番さんが一番上位置になりやすいなと思ってたから、それは9番と同じになっちゃうんだけど、8が1に誘導かけてたし、本当に1グッチョも9と思わなかったんだけど、9の黒要素か、全部一緒なんだよね私とやってること。投票先も初日、6に入れて、6に入れて、2回目で9が2回目2に変えてるわよね。9と追加するわね。てか7番さん戻ってきてちょうだいって感じなんだけど、9と私で違うところって、私って初日に6か2かなって言ったわよね。釣り1、6番さんっていうのがその、2番が強人で、2番実際狼だったんだけど、まあ多分ね、何の多分死んだと思うから2番狼だったんだけど、6が囲われてね、出てこなかった狼の線があるから6番か、それともあのなんか強人アピールというか、まあ強めがすごく高かった2番から行くか、どっちかっていうふうに釣り位置上げたんだけど、9番って初日に今日グレーから行こうって言って、初日5声グッジョブ、捨て声1グッジョブ、いやいや9番さん偽なんだけど、9って8から行こうとしたわよね確か、初日グレーで。っていうのは、初日に、初日に村を一人釣っておけば、次の日27ってロラになっても自分が生き残れると思ったからってことかな。これ、七番さん、新旧一で勝ちなんやけど、なんかやってる行動が一緒すぎて、あんまり黒目上げられないな、9番さんの。投票を始めてください。ありえん、ほらじゃないで。いやいや、これ、七番さん頼むで。
4番のプレイヤーが選ばれました。やったー。ゲーム終了。ちょっと待って、7強やんか。ちょっと。ああ、もうこれ、やめてよ、2番さん。何これ。いや、危な。危な。人狼殺のライブ配信毎日やってます。チャンネル登録してぜひ生放送も見に来てくださいね。